ンさん、フレッシュポタトです、オーバーウォッチ2シーズン3でついにマスターになることができました。ということで今回はマスター行くまでに思ったことや皆さんが上達に必要なことなどを僕なりにまとめてみたので、それを話していこうかと思います。まあ、結論から話すと、難しく考えすぎっていうのと、使えるキャラは限られてる。ソロの場合はですね、大体の環境ではソロの方が勝てる、みたいな話になってます。パッパと話していけたらいいなと思ってます。早速一つ目、難しく考えすぎっていうか、オーバーウォッチ2のゲーム性というか本質、オーバーウォッチ2はどんなゲーム性で何をすれば貢献しやすいのかみたいな話ですね。ゲーム性について触れていくと、タンクが1人、DPS が2人、サポート2人っていう風になってるんですけど、タンクとサポートが強依存の関係になってます。どういうことかっていうと、タンクが弱ければサポートは活躍できないし、サポートが弱ければタンクが活躍できないって感じです。で、よく DPS はキャリーしやすいって話を僕は耳にするんですけど、キャリーしやすいんじゃなくて味方への依存度が低いっていうのが適切な表現だと思います。アッシュとかエコーみたいな味方の援護が必要なキャラは使える時と使えない時など差が結構あって、逆にトールピョンとかトレーサーでどんな場面でも使えば問題ないってぐらい味方のサポートっていらないです。回復とかってことですね。普通に援護ってことも含まれるんですけど、で、味方への負担をどれだけ減らして敵への負担をどれだけ増やせるかっていうのが DPS の仕事なんじゃないかなって思います。よく機能を取れとかダメージを稼げとか結構言ってる人いると思うんですけど、その負担をどれだけ増やせるかっていうところで機能が増えたりとかダメージが増えたりっていうことが起きるのであって確かにダメージが少なかったら仕事してないっていうのは言えるとは思うんですけど、場面としてはなんですけど、ダメージを稼ぐとか治療を取るっていうのが仕事ではないんじゃないかなって思ってます。なんでタンクとサポートをソロで回してランクを上げることは可能だろうけど、多分 DPS よりもストレスがでかいと思います。今シーズンっていうか、やっぱ環境にも左右されると思うんで。で、2つ目、マスター行くまでに僕が他からもらった影響、 YouTube の動画とか他のプレイヤーとか、自分以外からの要素で何が参考になったかっていう話です。今まで動画見たり Discord コミュニティで情報収集したり他人と意見交換したりしたんですけど、この中で参考になったのはこの要素の 1% だけですね。要するに、ほぼ無差。僕が今まで普通の人として普通のプレイヤーとして経験してきたことは 99% 無駄でしたね。で、参考になった一派は何かっつったら、オーバーウォッチっていうゲーム性を説明してくれる師匠2人に出会えたってことと、あと教えてもらったってことと、あとキャラの使い方の動画を見た、これだけですね。これやった結果、僕フォートナイト、それでチャンピオンって言われる一番上のランクで、トリルとスクワットも、オーバーウォッチという MMR ってやつがあって、それが日本で一桁だったかな確か。ちょっと詳しいのもちょっと僕はあんま覚えてないけど、でも一桁だったはずですね。トップ500にはなったはずです、世界で。で、APEX もソロでマスターまで行ったっていう感じなんですけど、そのどっちも2000時間超えてるんですよね。上位 1% とか、そんぐらい行くのに。なんですけど、オーバーウォッチに関しては、1000時間かかってないですね。多分っていうか、メインアカウントが600時間ぐらいだったんで、サバーカで遊んでる時もたまにあったとはいえ、でも本気でやってたのは多分600時間ぐらいだったんで、本当に3分の1とか4分の1ぐらいにはなってますね。なんで他のゲームより3、4倍上達速度が速かったっていうところがあります。
で、マスターとかグラマスの人とやること何回かあったんですけど、その人らが言うには、自分の実力がランクに そのままちゃんと反映されてるとか、キリコは回復していけばいいとか、まあ、改めて考えてもその考えには共感できないですね。自分の実力がランクにちゃんと反映されてるっていうのは、部分的にはそうで、部分的には違うっていうふうに思ってます。キリコは回復していけばいいっていうのは、なんかランクを盛る方法を見つけてるだけなんじゃないかなっていう、勝つ負けるをちょっと考えてないんじゃないかなっていうところですね。で、まあ、いろんな人とやったり話して思うのが、シルバーとかゴールドにも連携って意味でいい考えを持っている人がたくさんいて、でなんでランク上がんないのって言ったら、まあ、フィジカルが足りないから、エイムがちょっと足りないとか、あとまあちょっと立ってる場所が悪いとか、でもこのスキルはこういう場面で使った方がいいよねっていう考え方は正しい人がやっぱ多いですね。やって思うのが、そういう人って、まあ、ソロじゃ勝てなかったり、そのランク帯で他の人とパーティー組んでも勝てないってのはあるけど、まあ、僕とやったらめっちゃ勝てるってのはありますね。なんだったら、まあ、マスターグラマスの人とやるよりも、まあ僕まあ、そのシルバーゴールドの人とやった方が、まあ、やりやすいっていうことが多いですね。はい。まあだって、まあ、考え方は正しいんで、まあ、ほぼほぼ正しいんで、まあ、そこに少しだけ手を加えたりやりたい動きをやらせるだけで動けるってのがありますね。キャラとしての正しい動きだったり、連携としての正しい動きをできる。でもそういう人って少数派なんですよ。だから大多数のチャンスを作ろうとしない味方の中では浮いて戦犯扱いされるってことが多いです。でも戦犯扱いってことは、考え方がそのランク帯ではないってのは、まあ、良くも悪くもそのランク帯に行ってはいけない存在だと思うので、まあ、その考えを吟味していくのが重要だと思います。まとめると、自分がついてってもいいと思う師匠を見つける、先輩扱いされても気にしない、これを意識する、まあ、身につけるだけで上達の速度は倍になります。ソースは僕です。で3つ目、ソロとパーティーの差。ここではソロでやった方がいい場合とパーティーでやった方がいい場合について触れてきます。自分に合った方法をちょっと改めて見つめ直して、まあ、どれが自分に合ってるかなっていうのはちょっと話していこうかなって思います。で簡潔に言うなら、構成と連携を一緒にできないんだったらソロの方がいいって話になります。まあ、だってパーティーに意味ないじゃんっていう話ですね。まあ、構成は構成として、まあ、基本的な部分として、連携ってやっぱパーティーじゃなきゃできないんで、それできないんだったらかえって不利です。敵が連携してくる場合とかって考えたら。で、まあ、少し前に話題になってさ、ウィンストン・リーパー・ソジョン・キーコ・ルシオっていう、まあ、リーガー構成って言われるやつなんですけど、まあ、フル場でこれ使ってやれっていうのは無理な話なんで、まあ、これではなく、まあ、簡単で、まあ、お手軽でなおかつ結構強い、難易度が低くてまあ、その成果が高い構成についてちょっと紹介していこうかと思います。で、ウィンストンとリーパー、ウィンストンとチーコっていう構成での連携ですね。ウィンストンが飛んだらリーパーとかチーコがついてって誰か一人を狙ってワンピック狙うみたいな動きをできるかできないか、まずここから見た方がいいです。これができるんだったら、まあ、パーティーとして練習していくみたいな感じのことは必要だと思います。逆にできないんだったらもうソロの方がいいです。だからこれ、なんかこんなの簡単にできるだろうって思う方いるかもしれないですけど、僕見ていった中でこれできるやついないんで、ぶっちゃけ僕の師匠とやったらできるのでできるけど、なんだ、まあ、ウィンストンでダイブするのはできるんだけど、ウィンストンとかまあ、リーパーかなでダイブするのはできるんだけど、キーゴでダイブするってやつはいない、見たことがないんで、
まあ、ここをスタートラインとしてちょっと見た方がいいんじゃないかなって思いますね。で、1個だけ見てみましょうということで、1個だけ見ていると、遠くから回復の札をずっと投げるとか、区内を適当に投げて当たればいいなみたいなことをやる。場合によってはそれもまあいい時、それしかできない時ってのはあるんですけど、まあ、それしかやらないって人とか、あと鈴は自分のために使う、自分が死にそうだから使うみたいな、阻害に向けて使わないとか、ウィンストンが危ない時もダイブしてるキャラクター、ダイブしてるヒーロー、まあ、味方が危ない時に使ってあげるとかっていうのをしないって人は、まあそんなキーコー、まあ、連携もクソもないんで、まあ、空で良くないっていう、なんか皆さんモイラのことバカにしてると思うんですけど、モイラ普通に強いんで、モイラ使って練習してくださいっていう話になりますね、僕は。まあ、確かにキークレダイブするって、まあ、度胸いるんで、なんとなくわかります。体力200だし、そんなあなたに手軽で、これよりもっと手軽で強い構成を教えます。それが、はい、これです。ルシーを軸としてラバットラ、ジャンカークイーンでラインハルトっていう感じですね。まあ、ラッシュができるタンクにルシオがスピードブーストでポケットする、超高速でハルドがぶん投げりに行ったり、超高速でジャンカークイーンがショットガンとか、なんか斧とかを振りに行ったり、ラバッタラのネメシスフォームでぶん投げりに行くっていう、もう本当に脳死でできます。これラバッタラが特にできます。これラバッタラ使えるんだったらマジで強いっす。ネメシスフォーム、敵殴る、これでマスターいけます、マジで。うん、これ強いんで、これやってるだけでいけるんじゃないですかね。僕の仮説という、仮説かな、僕の仮説はルシオラマットラでいけます。はい、ということでマスターいくまでに思ったことを話していきました。タンクとサポートは共依存なので、ソロはむずい、ストレスが高い、DPS は依存度が低いので、キャリーよりも味方の負担を減らすのを目指す、オーバーウォッチを教えてくれる師匠を見つける、先輩扱いされても気にしない、構成と連携考えられないんだったらソロでやった方がいい、ルシオとラッシュタンクから練習してみる。これが僕の伝えたかった内容です。まあ、他にもいろいろあるんですけど、これだけ覚えてもらえたら、今まで苦痛だと感じてたライバルプレイが楽になるんじゃないかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録してくれたら、またこんな動画出せるんでお願いします。ということで、まあ、ちょっと最後におまけというか宣伝的な感じなんですけど、まあ、ちょっと今回こういう感じでスライドショーって感じで動画を撮っているんですけど、まあ多分音楽ぐらいは付け足してると思うんですけど、まあちょっと、まあ、さっきもポロッと言ったんですけど、 Apex マスター行って、で Fortnite も、まあ、チャンピオンって一番上のランク帯行って、でも、まあ、Overwatch も、まあ、マスターというところ、まあ、3つのゲームで結構上のランク、トップ 4% とか、まあ、トップ 1% とかっていうところ行って、でまあ、3つのゲームで結構、まあ、うまくなったっていう自覚があるんで、やっぱっていうところで、まあ、結構自分の中では一つの区切りがついたっていうふうに思うので、まあちょっとこれからは、まあ、僕がうまくなるための方法をみんなに伝えるとかもそうだし、まあやっぱまあ、いろんな人とやってたら FPS、TPS、APEX とか、まあ、オーバーウォッチとかどういう風にプレイしていいかわからないっていうせいでゲームを楽しめない人ってやっぱ多くいると思うんですよね。なんで、まあ、そういう人たちのためにというか、まあ、若干自己満動画
ていうのもあるんですけど、これから FPS の基礎を学んでいく FPS 基礎学っていうシリーズをやろうかと思っています。どういうことをやるのかって言ったら、まあ、なんか FPS の基礎、立ち回り、エイム、連携っていうことを一つ一つにフォーカスしていって、でそれをまあ一つ一つ理解していって、ゲームの理解度を高めてゲームを楽しんでいこうっていう、まあ、テーマのシリーズですねっていう、まあ、宣伝でした。こういう、まあ、結構なんか動画を編集するのでだるいんですけど、こういうスクリーンショーっていうのかな、で、まあ、結構作るの楽で、なおかつ僕のやり方に合ってるんですよ。僕結構動画編集して演出こだわるっていうよりかは、文章にまとめたりするっていう、なんか論文を書くの方が好きっていうタイプなんで、ちょっとこういう形で、ちょっと硬いイメージあるかもしれないんですけど、やっていこうかなって思ってます。まあ、最終的には、ちょっと桜井正宏さんのゲームを作るにはかな、まあ、ゲーム作るにはって書いてるのかな、わかんないけど、そのまま桜井正宏さんのゲームを作るにはっていう動画をちょっとオマージュしたものを作れればいいなって思ってます。という感じで、以上、マスター行くまでに僕が思ったことと、まあ、宣伝でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。また見てもらえたら嬉しいです。